お初にお目にかかります。私の名は、クローディア・フォン・アウスレーゼ。こちらは私の友達で、ジークと言います。さあ、皆さんに挨拶を。皆さん、一緒に頑張りましょう。責任重大ですね。ジーク、行きますよ。私が皆さんを守ります。 ここは私が、心配しなくて大丈夫ですよ。な、大丈夫、です。<laughs> この世界の皆さんも元気な人たちばかりですね。王族としての重責は、確かにあります。ですが、このままでは不安が増すばかりで。私は、ヨシアさんのことが好きです。 初めてお会いした時から、彼から引力なようなものを感じて、自然と惹かれてしまったんです。もし、私が王位を継承することで、大切な人たちを守れるなら、この重責、背負うつもりです。ええ。あなたのように、みんな私の大切な人たちです。 ここで、たくさんの方とお知り合いになりたいですね。ジークったら、あなたのことが気に入ったみたいですよ。あのような老石、見過ごすわけにはいきません。皆さん、しっかりお願いします。もし私が女王になれば、クローゼにはもう戻れないのですね。未熟者だと自覚しています。 ですが、言って聞いていいことと悪いことがあるのでは。敵の情報を入手しました。大退所として、このようなこともたしなんでいるのです。この世界で暮らす女性の皆さんは、とても勇敢なのですね。私も、もっと努力しなくては。あ、あの、筋骨隆々の殿方たちは、一体、 こちらの世界では珍しくないのでしょうかあなたとは素敵な友情を育んでいきたいと思いますが、その、もう少しお時間をいただけないでしょうかそのような言葉、あなたにはそぐわないのではないでしょうかジーク、皆さんにお別れを。